映像制作会社はこうやってプライディングカンパニー、渋谷から世界で最もワクワクするフットボールクラブを作ると、何に時間を使いたいかっていうシンプルなアンサーを自分で見つけるだけかなと。いや、もう準備が全てだとは思ってて、本当に準備すれば絶対誰でも受かるんで、動くことっていうのは結構大事かなって思ってまして。皆さんこんばんは、本日は平日の遅い時間にお集まりいただきありがとうございます。渋谷シティ FC と、エレファントストーンさんで共同で、開催をしております渋谷プライディングトークセッションズというイベントを今から開始させていただきます。本日僕が、司会を務めて3人のゲストが、来ていただいているので簡単な自己紹介をしていただきます。では初めに、このイベントの主催共同運営をさせていただいてますエレファントストーンの代表の鶴瓶さんから簡単に会社のご紹介と、はい、お話をさせていただければと。こんにちは、エレファントストーンの代表をしています鶴瓶と申します。よろしくお願いします。本日お越しいただきありがとうございます。弊社のご紹介をさせていただければと思います。弊社が株式会社エレファントストーンという会社でして、2011年創立なんで13年経っている会社です。で、社員数としては60人ぐらいでやっている会社でして、映像制作の会社をやっております。このバッグも青と黒なんですけども、実は僕サッカーがめちゃめちゃ好きでですね、川崎にある某クラブがすごい好きすぎてガチサポなんですけども、色はそこからです。弊社 のコーポレートスローガンですね、これがかたどる身が輝かせるという言葉になっております。弊社は映像制作会社なんですけども、映像制作会社はこうやってプライディングカンパニーというふうに名乗っております。で、これ何かって言いますと、企業のプロモーション映像であるとかブランディングムービーであるとか、そういったものを作ってるんですね。企業さんって、いろんな課題だったりとか、こうなりたい姿があって、それをうちに託していただいてるっていう形になるんですけども、その形をかたどって磨いて輝かせていくっていうところをうちの使命としていて、それの中なった先というのがいわゆるその誇りといいますか、あ、この会社に属しててよかったなとか、この町に住んでてよかったなって思っていただけるというところで、誇りというのをすごい大事にして会社としてやっております。で、誇りって結構実はスポーツサッカーとすごく深くつながりがあるかなと思っていて、本当にサッカーってこうエンブレムをこう掴んだりとか、ちゃんと歌ったりとか、チームだったり町だったり国だったり、場合によっては家族だったり個人だったりとか、なんかそういったものになんか誇りを持ってるっていうところがあると思っていて、なかなか映像制作ってどっちかというと文化系というか、サッカーとかスポーツ大会系って分類されるんですけど、実は誇りっていうところで非常につながりがあるんじゃないかなというふうに考えております。2022年からですね、こちらにいらっしゃる小泉さんの渋谷っていうところと、サッカーっていうところと、あと実はその誇りって言葉をすごい大事にしてるっていうところで、プライディングパートナーシップっていう形で契約を結ばせていただいております。で、そういう中で第1弾として渋谷シティさんが主催されているフットボールジャムというサッカーフェスの映像を弊社でこういう形で作らせていただいておりました。渋谷を介して、で、渋谷シティさんが渋谷の街に誇りをっていうところを持ってらっしゃるんで、そこをうちも一緒に伴走してご協力できればなというふう形でやらせていただいております。ぜひこれもすごく楽しいイベントなんで来ていただければと思います。そういう中で渋谷シティさんとなんかもっと一緒に誇りを軸に活動できないかなっていうところで、本日のこういった大学生の方の就活イベントというところをご一緒できないかなというふうな形で本日お時間いただきました。ぜひ楽しんでいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。渋谷シティ FC というサッカーチームのご紹介を簡単にさせていただきます。渋谷から世界で最もワクワクするフットボールクラブを作るということを目標に、今東京都1部リーグという J1 から数えると7部に相当する東京、リーグに所属をしているチームです。で、皆さんサッカーのカテゴリーとかについては詳しい方も多いと思うんですけれども、最短でも J リーグ入りに4年かかる、で、 J1 行くのに最低7年ということで、本当にこう先の長いカテゴリーではあるんですけど、さっき鶴瓶さんからお話あったように、僕らは渋谷の街が大好きで、この街にサッカークラブが誕生するっていうことが
こういろんな人たちを巻き込んで、いろんなこう興奮とか熱狂を生み出せるんじゃないかっていうところで、まあ、正直ですね、東京にある J リーグのチームさんが渋谷にこう移ってきて、僕らがもうそれこそ渋谷で戦えないみたいなことになった時に、他の街でサッカーチームやろうみたいな選択肢は正直なくてですね、まあ、それぐらい渋谷という街にこだわって、やっているチームです。なのでもうあと 2,3 年 2,3 個カテゴリーが上がってくるとですね、 J リーグ手前に差し掛かってくると、きっと日本で初めて23区内で J リーグクラブが誕生するっていうところで、こう話題性がもっと広がっていったりとか、露出がどんどん出てきたりとかっていうのが、今よりもっともっとこう規模が大きくなってくるかなというのは、なんとなくこう今からイメージするところではあるので、ぜひこれを機会にクラブのことを応援していただけると嬉しいなと思ってます。サッカーやってた人たちはちょっと世代的にどうか分かんないんですけど、例えば今 FC 相模原の監督をやってる戸田和幸さんが2シーズン前に監督を務めていたりとか、今市立船橋からいろんな J リーグのチームを渡り歩いて活躍されてた松島達也さんが監督をやっていたりとか、あと現、選手ですね、今年から渡辺和馬選手という日本人 J リーガーで歴代得点ランキング9位、100点以上取ってる、まあ、本当にこうレジェンドストライカーがですね、今年からうちに入ってきてくれたりとか、あとフロントにももともとそれこそフロンターレとかマリノスで活躍した田中裕介という人間が役員に入っていたりとか、19年に会社化したチームなんですけど、まあ、徐々にこう J リーグで活躍した選手とか、スタッフが在籍をしてくれてまして、強化事業面において今拡大しているようなチームになっております。今絶賛シーズン中でして、まだ始まったばっかりなんですけど、4試合終わって3勝1分けで今3位で、この実は東京都1部リーグから関東2部リーグに上がるところはレギュレーション的に結構複雑で、東京で優勝してもそのまま関東リーグに上がれるわけじゃなくて、他の県の、関東の他の県の上位チームが集まってきてトーナメント戦やるんですけど、そこで3回連続勝たなきゃいけなくて、去年東京都1部リーグで優勝したにもかかわらず、このトーナメント戦で3回戦で負けてしまって、今年また東京都1部リーグを戦っているというようなところです。リーグでいうと今1位にいるエドオールユナイテッドさんというチームは本田圭佑さんがオーナーを務めるチームで、去年も、まあ、今年も一番のライバルとして切磋琢磨してます。今日はうちの選手で選手会長の水野も来てるんですけど、まあ、なので チームでサッカーをしながら仕事をしている選手になるんですが、就活の部分についても今日はそんなところもお話しできればと思っております。長々喋ってるんですけど、ちょっと簡単に僕からまず自己紹介をさせていただいて、3人の今日のゲストにお話しいただければと思います。で、私は渋谷市 FC で、代表しております小泉と申します。で、僕はですね、高校まで頑張ってサッカーやってまして、大宮アルディージャのユースで3年間頑張ってたんですけど、まあ、J リーガーには本当にこうかすりもせず、もう絶対無理だなっていうのが分かってたんで、挫折もせず普通に立教大学に進学をして、新卒でサイバーエージェントという会社に勤めました。そこから旅行系の会社を自分で独立をして7年会社を運営をやってまして、でその時に遊びで始めたサッカーチームがだんだんこうカテゴリーが上がってきて、当時は選手で僕もやってたんですけど、2019年に法人化をして今そこのいわゆるこう渋谷市 FC を運営する運営部隊の会社で代表をしているものです。今日は司会進行ともうひたすらこう彼らに突っ込んで深掘りしていくっていう役割でいっぱいおしゃべりするので、ぜひ応援してください。以上です。じゃあゲスト一人ずつ杉山君から自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はい、皆さんはじめまして、株式会社アークスの代表をしてます杉山と申します。僕はですね、高校はガンバ大阪のユースに所属していて、同期でいうと堂安とかがメシノとかが辺が同期になります。でさらっと言いますね。はい、すごいですね。今10番を背負っている堂安律選手とかはい、彼なんかとはもう小学生の頃から同じ地域で一緒に頑張ってきた選手ですね。まあ、先輩後輩を入れ始めるともう結構キリがないような世代だったなと思います。でそのまま僕自身は、プロになれずに兵庫の関西学院大学という関西の大学ですねに、進学をしまして、大会サッカー部に所属しながら、学部は経済学部でした。で最終学年の頃にキャプテンを、200人ぐらいの組織だったんですけど、キャプテンを経験した後に、ちょっと今日の就活っていう切り口ではちょっと
力になりそうにはないんですけど、卒業後はですね、渋谷さんと同じように地域クラブの、クラブ経営を1年間経験させていただいて、翌年に、今のアークスという会社を設立しまして、もう少しで丸2年となります。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ水野君お願いします。はい、皆さんはじめまして、株式会社アトラエの水野と申します。週5日ですね、先ほど小泉さんから紹介あったように渋谷シティ FC というサッカークラブで、サッカー選手プレイヤーとして、活動しながら、選手会長としても今年からはやらせていただいているようなところでございます。で、アトラエに入って2年目になります。で、職種としてはインサイドセールスとか、セールスみたいなところを主に担当してます。で、ちょっと戻るんですけれども、出身でいうと愛知県の岡崎市出身で、小学3年生から中学の3年生まで名古屋グランパスの、ジュニアでいました。ジュニアにいまして、皆さんが知っているところだと、1個下に菅原幸成、今の日本代表の選手がいたりとか、そんな中で6年間7年間やってまして、で、高校は愛知県の刈谷高校という、公立高校に進学しまして、まあ、3年間、まあ、インターハイに出たりとか、主将をやらせてもらったりとか、そういった経験をさせていただいてました。で、1年間、まあ、いろいろありまして浪人をしまして、一般受験で金谷体育大学という、国立の体育大学の鹿児島県にあるですねに、4年間行きまして、そうですね、最後は副主将としてやりながら、まあ、インターハイ、インカレに出たりとか、そんなところで体育会を4年間を過ごしてまして、大学4年生になるとき、3年生からかな、就活を始めて、まあ、後ほど就活のことは話せればと思うんですけれども、まあ、プロ JS3 に行けるかどうかぐらいのまだ自分もレベルだったんで、就職活動を始めて、今の株式会社アトラエ と、JS3 の、まあ、行けても下位ぐらいのチームにしか練習参加も行けなかったので、そこをこう天秤にかけてた時に今の会社にを選びまして、アトラエに内定承諾をしました。で、まず自分はサッカーを辞めるつもりで、その会社に就職を決めたんですけれども、まあ、小泉さんにと12月ですかね、4年生の12月ぐらいにまあオファーをいただきまして、いろいろと考えた結果、両立をさせてほしいというところを小泉さんの方にも自分の方からお伝えさせていただいたりとか、あとは自分の会社の方にもですね、社長に3回ぐらいやらせてほしいというところを言ったんですけれども、無理だと3回突き返されて、いやでもやりますというところで今やらせていただいて2年目というところになります。詳細は後ほどまたお話できればと思います。以上です。みんなすごいですね、キャリアが。キャリアマウントが。あ、マウントじゃない。すごい。とにかくサッカー上手です、みんな。じゃあ、廣田さん、お願いします。はい、皆さん、はじめまして。エレファントストーンプロデューサーを務めております、廣田と申します。僕はそこまでマウントが正直取れないんですが、高校時代は滝川大にっていう、ワールドカップの時に大阪半端ねえっていう言った方ですねの高校に所属しておりました。え、世代同じぐらいですか？世代は全く違いますね。あ、違うんだ。世代は多分10… あ、そっか、そうですよ、ね、10個ぐらい上。確かに大阪、そっか、大阪世代は全然違いますよ、ね、ぐらいなんですけど、言った方の高校になっております。で、自分自身も選手権には3度、2度ぐらい出て、インターハイにも出場させていただいたりしておりました。で、そのまま大学は関西大学、関西にある大学に、進学しまして、そこでまあそこまでサッカーうまくいかず、あと怪我とかもして、最終的には本当に真ん中ぐらいのカテゴリーにはいたので、そのままサッカー続けるっていうところはあまり選択肢として持っておらず、就職活動を始めました。で、その中で今所属しているエレファントストーンというところに出会いまして、映像制作に関しては全くの未経験ではあったものの、内定をいただきまして入社したという形になっております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちなみにもう就活始まってる、就活してますっていう、本当にざっくりというか強弱で言うと全然問わずなんですが、就活してますっていう、まあそうですよね、結構いますよね。なんか僕も就職活動普通に、多分彼らちょっと特殊な、まあ、広田さんはね、いわゆるこう就活生として就活されてたと思うんですけど、多分天ちゃんと
水野はちょっと特殊な就活、就活というかもはや就活もしてないのでね、不思議なキャリアではありますが、僕は結構割と普通にいろんな会社を受けて ES 出して面接行ってみたいな感じなんで、あの僕はみんなの気持ちすごくよく分かってます。いい、分かってないみたいな。なので、あの、まあ、でもとはいえ彼らがどういう就活してたかとか、キャリアをこうどういうふうに設計していったかみたいなところはいろいろヒントになるかなとは思いますので、ぜひここから深掘っていければと思います。まず第1部ですね。今日一応2部構成で2つあの議題用意してるんですが、一部学生時代のこう生活とあと就活の振り返りみたいなところで、あの杉山君に就活のことを聞けないので一旦2人にあの聞いていくことになっております。じゃあちょっと水野君から聞いていければと思うんですが、アトラ以外にちなみに受けたんですか？もちろんです。どういう会社を？まずそもそも就活を始めたきっかけみたいなのを簡単にだけ話すと、自分もプロになることしか考えてなかったので、基本的に大学の3年生の12月ぐらいまでは就活らしい就活はしたことなかったんです。でただ、2年生から3年生にかけては社会人の方とか、起業している方とかいろんな方とお話をする機会っていうのは1年間ずっと設けてたりとかしてまして、できっかけとしては、自分が九州選抜に、最後の学年で、怪我もあって入れなくてですね、でその時に、サッカーだけじゃなくてこう就活っていうところも視野に入ってきたっていうところで、3年生の12月ぐらいから本格的に始めました。で受けたところでいくと、コンサル会社をメインにあのずっと4ヶ月間受けてまして、でそれも、自分が、得意なことというか好きなことっていうのが、やっぱり人からこう何かを頼られたりとか頼まれたりすることに対してこう人の意思決定に関わることであったりとか、こう力になることっていうのが自分のこう人生の中ですごく楽しかったなっていうので、あのコンサルっていうところを基本的にあのずっと4ヶ月間受けておりました。はい、一旦返します。なんか内定もらった会社とかあったんですか？はい、3社ぐらいですかね。面接は僕は落ちたことがなくて。すごいですね、マウントが。はい、いやそれも別に僕がすごいっていう話ではなくて、あのお伝えしたかったことがあるんですけど、いやもう準備が全てだとは思ってて。なんかいいですね、いきなりこう本質的なところに。で僕は 9割は準備だと思ってまして、で僕16回面接受けたんですけど、16回全部受かってて、で別に自分の大学って鹿屋体育大学なんで、書類とかでは普通に落とされるし、入りは 何この大学っていう感じのスタートなんですけど、あの本当に準備すればあの絶対誰でもあの受かるんでっていうのだけ。あのいや、そこだけ。じゃあ具体的にちょっとあの僕もね、あのマジで準備だなと思ってて、あとでちょっと話したいことあるんですけど、水野はどういう準備が一番こう効いてたかを教えてください。僕に関してはあんまり会社のことはあんまり調べてなかったです。調べても分かんなかったし、そんなにこうビジネスに対して何かこうやってきた経験もなかったんで、ホームページ見ても正直何言ってるか分かんないとか、そんな状態だったんですね。でも僕がずっとやってたことって、サッカーにおいてどうやってパフォーマンスを上げるかとか、どうやってチーム作りするかとか、そのプロセスみたいなのはずっと考えたりとか、いろんな人に言語化したり、壁打ちして言語化したりとかを、ずっとやってました。でそれが多分、いわゆる自己分析みたいな話だと思うんですけど、そこだけしかしてないんですけど、それが、自分の振り返ってみると全ての準備だったなっていうふうに思っています。それ狙ってやってたの？最初は狙ってなかったです。もう自分がパフォーマンス上げるためとか試合に出るためには何が大事、何どうすればいいんだっていうところからずっと動いてたっていうのがです、それが就活にそのままこうシフトチェンジした時もうまくはまったっていう。そうですね。ただその就活をするってなった時はそれをやっぱり言語化したりとか振り返るってことはあの誰よりも時間をかけてやってたかなと思うんで、それはあの振り返ってみるとあの一番大事だった準備かなっていうふうには思ってます。ありがとうございます。うまくいかなかった点、逆にうまくいった話ばっかり言われてもちょっと。書類はなかなか通らないですね。あ、なるほどね。自分の大学書類ではこう落とされることはあった。そうです。なんで面接行ったら通ったっていう話。あ、よかったよかったよかったはおかしいかそうです。なるほど。書類は難しいよね。そうですね。コンサルのやっぱりトップ
日本のトップクラスのコンサルだと全然通らなかったり、そもそも学歴フィルターみたいな、ね、そうです確かにそれはあります、ね、するんで、 なかなか難しかったです。なんか僕さっきちょっと言いかけたのは、僕 OB 訪問をひたすらしてたんですね。で僕はサイバーエージェントに新卒で入ったんですけど、なんかやっぱり学校の説明会、学校に大学、僕立教なんですけど、大学に企業さんが来て説明会みたいな、合同説明会みたいなありますよね。多分みんな参加してる人もいると思うんですけど、なんかみんな同じことを言うなと思ってて、企業さんがこんなこと言うと怒られちゃうかもしれないですけど、あの風通しが良い、グローバル、若手に裁量権、もうこの3点セットをこんなに同じこと言うかっていうぐらい、どの企業さんも商社も広告もメーカーも本当に同じこと言ってて、それに僕はびっくりしちゃって、うわ説明会来ても何も分かんないなみたいな、まあ、なので僕は OB 訪問するしかないなと思って、多分水野が言う準備の部分で言うと、僕はとにかくこういろんな会社の、興味持った会社の社員さんに、最初は立教大学のキャリアセンターに相談して OB をこう紹介してもらうんですけど、そこからその人にご飯連れてってもらって、また違う人紹介してもらってみたいな、結構そういういわゆるこうガッチガチに就活頑張ってる人のやり方で結構僕は受けてましたね、まあ、なので本当にこう準備、多分準備を何をすればいいか分かんないみたいなのが一般的にはすごくこう就活生の難しいというか課題の部分だと思うんですけど、解像度高くというか、実際本当のところどうなんだっけみたいなことを、こう手触りある状態で生の声を聞ける機会があんまりないと思うんで、なんか僕は今日のイベントもそうなんですけど、なんかそれこそひろとさんにこの後エレファントストーンでどういう仕事してるか、なんで入ったか、なんかガツ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 聞いていこうかなと思ってるんですけど、なんかそういう機会がないとなかなか実際のところどうなんだっていう情報が手に入りづらいのかなっていうのは思ってました。というところでひろとさんはちょっと就活のまずどういう企業さんを受けてたかっていう話とか、なんでエレファントストーンさんに行こうと思ったかみたいな、ちょっと就活ストーリー全般を簡単にお話しいただければなと思うんですけど。僕自身サッカーを本当に幼少期からやってきて、18年間ぐらいやってきて、本当にサッカー一筋っていうところがあって、やりたいことっていうのが本当にもうサッカー以外わからないというか、あんまり見つからないっていう状態ではあったものの、じゃあなんでサッカーやってるのかっていうところをちょっと深掘っていって、やっぱりサッカーは好きっていうところもありつつも、見てる人だったりになんか感動だったり、そういった体験みたいなものを与えていくことが自分自身モチベーションにもつながってたなっていうところがあって、じゃあそれをちょっと仕事に生かせるんじゃないかっていうところで、そういったものを軸に会社の方を探しておりまして、主にはエンタメ企業、イベント運営だったりですとか、ライブとか、あとは芸能事務所で内部のところだったりとかを受けたり、あとはコンサルティングのところを主に受けておりましたね。結構あれですか、部活やりながらがっつり就活してたっていう感じですか。ゆっくりですけど、3年の多分4月とか5月ぐらいに徐々に始めて、でも結構早いですね。で本格的には本当に3年の11月とかに始めたんですけど、なんか苦労した点でいうとどういったところがあったんですか。そうですね、苦労した点は本当にやりたいことがあんまりなかったので、やっぱ他の人に比べてちょっと意志が弱いというか、ふんわりしているところっていうのはやっぱりあったので、そこは、まあ、自分自身やりたいことっていうのがない中でどう伝えていくかっていうところは正直苦労した点ではありましたね。ちょっといろいろまだ続きもあるのでどんどん進んでいきたいと思います。杉山君、はい、結構特殊なキャリアを歩まれているので、あえて質問ちょっと2人と変えてるんですけど、就活する選択肢はそもそもあったのか、ありましたか。はい、ありました。就活はしてた。してません選択肢あったけどしてなかった。そうですね、結構にさっきの水野くんの話と似てるなと思ったのが、僕も3年生の頭ぐらい、まあ、なんなら2年生ぐらいからやっぱりいろんな大人の方とお会いする機会は意図的に作っていて、その中でああこういうキャリアってあるんだなっていうのは情報はもう先に集めてたタイプで、まあ、その中で自分の中でその、まあ、関西学院大学のサッカー部で、まあ、最終学年でキャプテンやるだろうなっていうのはあったので、ちょっとここはサッカーに振り切ろうっていうのがちょっと僕の意思決定でしたね当時は。それなんか不安とかはなかったんですか。
そんなに？そんなになくですね、はい。卒業後のことを決めたのはいつぐらいのタイミングだったの？これもちょっとびっくりされるかもしれないですけど、引退した後ですね。引退はいつ頃？僕らは4年生の本当冬の1月です。なのですごいな。それお父さんお母さん何も言わないの？就労するって言ってました僕。あ就活浪人を、1年ずらしてやらせてっていうことは伝えてたので、はい、そういうちょっと稀なタイプでしたね。そうだね。じゃあ本当に部活最後まで本気でやろう、だから就活はしないっていう、そうでした、パターンだったんだ、はい。なるほど。ちょっと簡単に今の授業の説明先にしよっか。わかりました。皆さんこういう人誰なんだろう状態だと思うんで、はい、そうですね。今はですね、体育会学生をターゲットにしながら、高校までスポーツやってて、今体育会に所属してないっていう学生さんもいるんですけど、わかりやすく言うとオンラインプラットフォームを運営しておりまして、スポーツそれこそ打ち込んできた子たちが、次のキャリアをどう描いていくのかっていうところを、実際に全国の学生さんが集まってきて、自分は本当に何したいんだっけっていうところから、ある程度ビジョンと軸が作れてきたときに、じゃあどういうアクションを取っていくのかみたいなところをサポートしているような事業を展開しています。なので杉山君は本当に日本全国いろんな体育会のサッカー部が多いよね。サッカー部が多いですね。サッカー部の人たち、今の現役の大学生のコミュニティを運営しているというような会社をやられてるわけですね。多くの大学生を見てる杉山くんにこそこういろいろ聞きたいなと部分があるので、ちょっとそこはまた追って質問どんどんしていければなと思います。はい、じゃあちょっとさっき の水野くんとヒルトさんと内容としては結構被る部分があるかなとは思うんですが、サッカーに打ち込んだ4年間が有利だったのか有利じゃなかったのかみたいな話を聞けたらいいなと思ってるんですが、水野くんからどうですか？はい、結論有利だったとは思ってます。で、自分が何を話してたかっていうところなんですけど、自分が大学生の時にどうやって試合に出れるようになったかっていう話を、基本的にはしてまして、で自分は、浪人生かつ一般で金谷体育大学のサッカー部に入ったので、金谷のサッカー部は100名ぐらい、部員がいまして、で、各学年25名ずつぐらいですかね。で3カテゴリー A チーム B チーム C チームありまして、で、A チームは基本的には推薦のメンバーしかいないので、一般生は基本的にいないような状況 で一般生でちょっと上手い選手と、推薦でうまくいかなかった選手が真ん中のチームにいる、であとは一般で普通に入ってきた選手が一番下のチームにいるっていう構図でして、で自分が一般生かつ浪人生でどうやって試合に出るんだっていうのを、大学2年生の時に僕手術することになりまして、足首を怪我してしまって7ヶ月ぐらい離脱することがあって、でその時にこのまま行ってたら絶対に試合出れないなっていうふうに思いまして、これ何か変えないといけないなと思った時に、自分はパーソナルトレーナーとかメンタルトレーナーとかつけて、誰もがやってないことみたいなのを自分で考えたりしてやってまして、であといろいろ要素はあると思ってるんですけど、試合に出るために僕はいくつかあるんですけど、2つじゃあ簡単にお伝えできればなと思います。自分の長所みたいなことを監督からは否定され続けてもずっとやり続けてました。これは自信ある、これは俺だけしかできないっていうものに対しては、何を言われようがずっとピッチ上で表現してました。あと一つは関係性の構築だと思ってます。で、選手間の、コミュニケーションとか関係性もそうですし、監督がどういうサッカーを描きたいのかとか、どういう人メンバーを11人、揃えたいのか、どういう、ボールを回してどういうふうにゴールに持っていきたいのかっていうのを、自分が怪我の 7ヶ月で誰よりも情報収集してたりしました。でそういうことを経て、僕は、大学3年生の頭から、ずっとレギュラーで試合に出ることができて、その経験だけをずっと話してたんで、就活でその面接でその話をするってことだよね。そうです。なるほど。この解像度も今話自分がお話ししたことって、その当時はそんなにすぐこう言葉にできなかったんですけど、で自分がどういう時に何をやってたかなっていうのをずっと振り返って、いろんな人と壁打ちしてた結果、今みたいなこう言語化であったりとか人にこう伝えるっていうのができるようになっただけで、皆さんのようなこう学生の時にそんなことをこう深く考えられてたりとか言葉にこうできてたかって言われたら、全然そうではなかったので、なんかうまく人を使いながら自分のやってきたことっていうのを言語化してったっていうようなことです。はい、
水野だけ唯一うちのチームに入るときに、あの今ほど確かに すごかったなと思うんですけど、うちの社員のメンバーとか僕の時間をめちゃくちゃ使うんですよ。入りたいという気持ちが明確になってないんで話させてくださいみたいな連絡がめっちゃ来て超めんどくさいんですよ。次あいつ指名されたぞ水野っていうやつからみたいな、一緒に会社やってる役員のメンバーに連絡が行って時間くださいみたいな、渋谷シティ FC のビジョンとなんかこう方針と全部聞かせてくださいみたいな、それを聞かないと決めれませんみたいなことを、なんかいやそんな面倒くさいことあるかっていうぐらい、まあこだわってやってた期間でした ね。ちょっと懐かしいですね、はい、もうね。そんぐらいやってほしいです皆さんに。でやればあの自分の力じゃできないことばかりだと思うし、自分だけで考えても無理なものは無理なんで、めちゃくちゃいろんな人使った方がいいと思うし、自分も SNS とか使ってめちゃめちゃ鹿児島の力いろんな人に連絡して、全然鹿児島って情報来ないんですよ。いや本当に東京とか関西の方と多分半年ぐらい遅れて情報来るんで、あの就活の情報、就活の情報とかも全然大学になくて、なんで自分から探しに行かないといけないんで、本当に SNS とか自分好きじゃなかったんですけど、頑張って始めていろんな人に声かけてっていうのをやってたんで、とにかくいろんな人を使って、でそれも失敗もあるし絶対成功もあるんですけど、でもその数だと思うんで、いろんな人使って少しずつ前に進めばあのいいかなと思います。はい。じゃあ広田さんは実際サッカーの経験とかそういったのをこうどういうふうに伝えて就活をされてたかを教えてください。そうですね、僕は試合に出るのはなかなか厳しかったっていうところと、関西大学に関しては全員サッカーっていうところを掲げていまして、 あんまり学生サッカーではないかもしれないんですけど、 A チームの応援には絶対全員で行くみたいなところをあの掲げていたので、結構選手主体というかそういったところがあの大学サッカーの中では結構珍しいところだったのかなって思って、僕が考えていたのはサッカーどうやって試合に出るかっていうところもなんですけど、どうやってチームをより良くするかみたいなところを考えて、地域の人々との関わりだったりとか、そういったところもあの自分たちスクール運営だったり、あそういうのもやってたんですね。そうですね、清掃活動みたいなところとかも地域の人たちと一緒にやっていたりとか、小学生がやるようなキャップ集めてあの寄付するとワクチンがもらえるみたいなものの活動とか、そういうのって他の大学でも結構あるんですか？スクールやったり、こうスクールは結構あるんじゃないですか？大学によってですけど、 あるんだ。ありますね。なるほど。じゃあそういういわゆるピッチ外の活動のところでどう組織を作っていくかとか、はい、っていうところを あまりサッカーで活躍していなく語れる部分がなかったので、そういったところでどう考えて運営していったかみたいなところで語っていくことが多かった。まあ、共通点としてはやっぱりあれですね、自分がどういうところにこう向き合ってコミットしてたかみたいなことを多分明確にして、面接とか、まあ、就活の時にこうちゃんと伝えられているかみたいなところがポイントなんですかね、やっぱり。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと2部の方に進んでいきたいと思います。とはいえこのお三方が何してるかみたいな話をより具体的に聞ければなとまず思ってますと。もう本当に一人一人ちょっと細かくいければなと思うんですが、ちょっとじゃあ水野から具体的な今の仕事の内容を分かりやすく説明してください。はい、株式会社アトラエという、まあ、IT 系の会社にいます。上場企業ですよね。はい。で自分がいる部署、事業部はですね、 WeBox という組織をより良くする、システムですねを、自社で開発、運営をしています。でそのセールスを担当しているので、企業に対して営業をしている、はい、形になります。でそのシステムがどういうものなのかというと、まあ、今例えば渋谷シティ28名ぐらい選手いるんですけど、全員がアンケートをして、まあ、今の例えば、このチームの、練習量はどれぐらいですか、多いと感じてますか、少ないと感じてますかぐらいの簡易的な質問を、まあ、30問ぐらい、まあ、それが今サッカーバージョンだったんですけど、それを、会社例えばやりがい感じてますかとか、達成感ありますかとか、
そういった項目が30項目ぐらいあって、それを毎月答えていくことで、組織とか個人の情報がこう蓄積されていって、それが今7年目のサービスなんで2億件ぐらいデータが溜まってるんで、それをこう AI にこう転用して、どんなこう行動をした方がいいのか、どんな施策を打った方がいいのかっていうのは AI でレコメンドさせていただいたりとか、まあ、情報をこう可視化することで今どこにこう課題感があるのかっていうのを定点的にこう観測しながら、組織の、まあコミュニケーションの活性化だったりとか、こう何か人事施策をする前とした後でどのスコアがどのぐらい変わってるのかっていうのを人事の方が見たりとか、マネージャーの方が見たりとか、そんなシステムを、のセールス営業をしてます。はい、難しいね。簡単に言うと、こう僕が例えばチームの代表で、今選手たちがこう楽しくサッカーできてるかなとか、うちの社員がこの会社のために頑張ろうとどれぐらい思えてるかなとか、そういうのをこうスコアで全部出せるみたいな、なんかそういったサービスですね。でそれがこう上がってきて、その点数を見て、あそこの部署のこうメンバーが今全然仕事に対してこうモチベーション上がってないなみたいな、そのためにこういうことをこう施策として彼らのこう給料を上げようみたいなこととか、まあ、めちゃめちゃそれは単純な施策ですけどね、とか、なんかもっとこういう、インセンティブ、なんかこう、うまくいったら報酬を上げるとか、なんかそういう設計をしてみようとか、なんかそういう、こう施策に落とし込むためのツールを売ってるっていう感じですね。営業の仕事は、どうですか？楽しくやってますか？大変ですか？まあ9割は大変だと思いますね。なんで僕は新規なので、そもそも WeBox とかこういう組織に興味ない、あまり興味のない方に対してもやっぱり自分がこう熱意を持って話さないといけないので、もちろん大変なことが8割9割かなと思ってます。ただ、自分はテレアポもしますし、その後の商談であったりとか、セミナーみたいなものも開催してたりとか、いろいろ幅広くやってるので、そういう意味では自分は楽しく、まあ、前向きに、自分は組織がすごく組織に興味があるので、人とか組織に、なので自分のこう得意領域というかやりたいことをやれてるっていう点ではすごく前向きに働けてるかなと思ってます。はい、じゃあ続いてひろとさん、プロデューサーという肩書きだと思うんですけど、具体的な今日一日の流れみたいなの教えてください。なんかどういう仕事をしてるのか。で映像の仕事は多分今日来てくださってるみんなもどういう仕事なんだろうみたいなのはイメージついてない人もいると思うんで、ちょっとぜひ詳しく聞かせてほしいなと。実際は営業活動みたいなところと、あとお客様の受注した後のお客様の対応みたいなところがメインの仕事内容になっているかなと思います。と映像作りたいという問い合わせがあったりですとか、作ってみませんかっていうこっちから提案したりっていうところで商談したりですとか、お打ち合わせっていうところをすることが結構メインになっておりまして、その他でいうと見積もり作成だったりですとか、あとは受注した後のお客様への対応っていうところで、これからどうしていくっていうところのスケジュール管理ですとか、映像どうしていこうっていうところの構成だったり、映像した後のフィードバックの打ち合わせだったりとか、そういったところにも一緒に出て、受注した後も一緒に伴走していくような形で全体の管理といいますか、そういったところもやっております。じゃあなんかこう企画みたいなところをこう具体的にこう作っていったり提案するみたいなこう業務はまた別の担当の方がいらっしゃるみたいなイメージですか？そうですね。いわゆる、今うちでいうディレクターですとかが企画の方は考えてくださって、それまでにつなげるための動きっていうのを私たちがやって、その提案した後のフォローだったりですとかも私たちでやるような形になっております。なんか大きく部署で分けるとどういう部署、それこそ編集をされている方もいらっしゃるじゃないですか。多分パッと話を聞いたときに、ひろとさんも映像を編集してるのかなって思う人たちもいっぱいいると思うんですけど、編集は一切やらないってことですよね？そうですね、編集は一切やってはいないですね。かつできないっていうところがありますね。まあ、やっても今多分いいっていう環境ではあるんですが、主にプロデューサーっていう役割で営業として
やっております。あとはあの企画の立案だったりとか、あと撮影とかもやっているので、そのあたりの準備ですとか撮影の進行とかもやっているディレクターっていうところと、先ほどあのお話ししたように編集するようなエディターっていうところであの分かれているかなと。大学時代は編集とかを全くやったことない人がエディターになることもあるんですか？それとも結構専門学校とかそういう編集する人はいわゆるこう専門職の採用になるんですか？意外と専門学校じゃない人の方が多いかもしれないですね。自分で自主制作していたですとか、まあ、趣味じゃないですけどちょっとかじっていたみたいな人たちも結構あのうちでは多いかなと思います、ね、なんかその企画をするっていう部署とプロデューサーの職みたいなところは、いわゆるこう映像制作をしない人も担当するわけじゃないですか。なんかそこのこう広田さんの中でどっちがいいとか、なんかそろそろ部署移動したいなとか、なんかそういうのってあったりするんですか？いや正直そこまで映像を学んできたっていう自負は今までないので、正直企画っていうところはあまりできないかなと思っているので、あの、まあ、挑戦すればっていうところはありますが、そこまであのコミットしてやりたいなっていうところはあまりないですが、時々企画を考えたりっていうところは必然的にちょっと出てきまして、はいはい、そういった時はあの手を挙げればできるような環境にいるの でそこでもあの周りの先輩方は優しく教えてくださるので、いろいろ挑戦できる環境ではあるかなと思っております。実際に広田さんその就活した時、エレファントさんを受けて入社した時って、そういうなんかこういう仕事があって僕はこの道で行くんだみたいなのが結構決まってたものなのか、入ってみてあそもそも ここしかできないみたいな感じだったのか、なんかどういうふうにそのプロデューサーの肩書きになっていったかって。大体やることっていうのは、はい、あの知っていて入ったところではあったんですが、うんうん、映像業界に入りたいみたいなところは全くなく、受けたのも多分映像制作会社だとここだけなので。そうなんですね、はい、なるほど。いやみんないろんな就活あって面白いですね。そうなんだ。どの辺にこう今魅力を感じてるんですかね。もともと映像のスキルも、はい、こう映像の制作会社に入りたいっていう気持ちもなかった中で入ってこう良かったなと思うところというか。結構うちが伴走型といいますか、あの営業して受注した後も一緒に営業してたメンバーが一緒になって制作していくみたいなところは、あの映像制作会社そこまで多くはないのかなって思っておりまして、そういったところはあのお客様身近に感じられて、そこであの実際にどういった感想を得ているかみたいなところで、人の面白さみたいなところは実際に入ってみて感じている部分ではありますし、あとは結構幅広い業種だったり業界、それこそあの代表の方だったりと話す機会っていうのがあの入って3年目になるんですけど、この機会でもあのちょくちょくあるので、そこはあんまりない機会なのではないかなっていうので、本当にいろんな価値観だったりこういった考えの人がいるんだみたいなところを知れるので、そこは非常に良かった点かなと。ありがとうございます。学生の時に大きい組織のキャプテンをやってて、こう培ったものが多分今すごく仕事というか会社とか組織運営に生きてるなと思うんですけど、なんかこう一番こう4年間で自分の太い軸になったものってなんかどういったことなのかなと思って。そうですね、まあ、まあ皆さんスポーツやられた経験があると思うんであれなんですけど、うまくいかないことの方がやっぱ多いじゃないですか。やっぱそことどう向き合ってどう乗り越えるかみたいなことはすごく大きい経験なのかなと、やっぱスポーツをやってきた中で。で、まあ、僕の場合はその落差が大きすぎたみたいな経験があって、まあもともと鳴り物入りで1年生からトップチームに、200人の中のトップチームに入って試合に出て、けどまあ怪我もありうまく試合に絡めなくなって、気づいたらもう一番下のカテゴリーに落とされる経験もあって、復帰した時には一番下の C チームに入ってて、どうやったらもう一回元のステージに上がれるのかっていう、やっぱそこの葛藤と、まあ結果向き合った結果戻れたっていう成功体験ですかね。なんかそれはみんな大小関係なくあると思うので、これはやっぱスポーツの醍醐味だったのかなと思いますね。
いや僕もなんか今更になって就活のことちょっと思い出し始めたんですけど、なんかまさにその自分が頑張ってきたこととこうぶつかった壁をどう乗り越えたかみたいなところにすごくこう人間の本質的なところというか丸裸の状態の、ね、自分のこう価値とか強みみたいなのが出てくるのかなっていうのはすごく思いましたね。ありがとうございます。じゃあ最後になるんですけど、まあちょっとあんまりこう就活生のアドバイスみたいな僕個人的にあんまり好きじゃないというか、なんかみんな本当に人によって就活のやり方も考え方もこう人生の選択の方法もまあ本当にバラバラだと思うんで、あんまり抽象的なことを言ってもあんまり意味ないなっていつも思ってるんですけど、それを踏まえた上でもなんかこれがよかった、これやっといてよかったなとか、自分が就活生に戻った時にこういうことを意識してればよかったなみたいなことは意味あるかもなと思ってるんですけど、どうですかね。じゃあ杉山くんから。はい、まあ就活っていう文脈ですごい難しいんですけど。あ、就活じゃなくてもいいかもね。そうですね、大学生活。はい、けどまあすごく大きな話をすると、まあ人生1回なわけで、何に時間を使いたいかっていうシンプルなアンサーを自分で見つけるだけかなと思います。はい、そこに向き合えば職種は後から出てくると思うので、はい、そこかなと思います。なるほど、まあ、確かにそれが就活するか、ね、そうです、起業するかみたい な、はい、なんか選択肢が本当にこう、はい、実はいろいろあって、そうですね、根本のところのこう欲求をに向き合うみたいなところですかね、うん、そうですね、特に2年生とかも多かったので、うん、まだまだ時間はあると思うので、確かに、はい、と思います。ありがとうございます。水野くんどうですか。そうですね、まずここに来てる時点で素晴らしいということを思いまして、なんで大人になればなるほど今の環境とか、うん、今の現状とか、なんかそれを超えていこうって思う人ってどん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 少なくなってって、で周り今自分がなんで大学生振り返って数年前と今を比べてもどん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 こう戦ってる人というか、こう今より上に行きたいとか自分がこう変わりたいとかって思ってる人ってどんどん減っているし、これからそういう経験をどんどんしていくと思います。でその中で今こうやって自らここにこう来てくださっていることがどれだけすごいか誇れることかっていうのを感じてほしいというか、こういう、こう前向きな姿勢っていうのはこの就職活動を通して一番大事にして人生を送っていってほしいなと本当に思っているところでございます。はい、はい、じゃあヒロトさんお願いします。そうですね、やっぱり動くことっていうのは結構大事かなって思ってまして、自分自身は就活続けていく中で嫌になって、まあ途中で立ち止まるっていうこともあったんですけど、その中でもやっぱりそういった時でも立ち止まった時はやっぱり誰かに相談したりとか、まあ、こういったイベントに来るでもいいですし、それこそ就活以外のことでもいいなって思うんですけど、やっぱ何かしら動くことで何かしらの発見だったりですとか生まれてくるので、少しずつでも進んでいくことが重要かなって思ってますね。そうすることで、まあ、ミスだったり失敗することもあると思うんですけど、そこから学び得るものがあると思いますし、まあ、自分に悲観せずに日々動いて進んでいってほしいなっていうところはありますね。いや僕今今年6になるんですけど、なんかプライベートで遊ぶ仲間がだんだんやっぱり同じような仕事をしてる、やっぱ経営者仲間ばっかりになるんですけど、今まさにヒロトさんが言った行動することみたいなことをこの年になってもみんなその話をしてて、もうついには行動っていうキーホルダーみんなで作っちゃいましたからね。ちょっと持ってくればよかったんですけど、いつも男たち8人でいつも集まってるんですけど、結局みんな仕事の話、まあ仕事イコールほぼ人生なんで僕らって、で仕事の話ばっかり、仕事とか組織の話ばっかりしてるんですけど、結局日々行動すること以外になんか正解はないっていう議論に去年1年間多分何百時間とみんなで飲んで対話してきたんですけど、最終的にそれになって年末行動っていうキーホルダーを作りました。なのでヒロトさんの言ってることは僕はめちゃくちゃ共感してますっていうので、今日は締めたいと思ってます。
まさに水野が言ったのもそうなんですけど、なんか今日来てくれた方々が、まあ、一歩踏み出してこの会場に足を運んでくれて、これから、まあ、就活言ってますけど、あんまり就活のことだけじゃないというか、なんか本当にこう人生の話をしてると思ってるんで、今後の人生、自分がどういうこうキャリアを進みたいかとか、どういう仕事に就きたいかとか、こうどう豊かにしていくかみたいな話だと思うんですけど、なんかそこに対してこう一歩踏み出してくれたことにすごく嬉しいなと思いますし、何か全然サッカーチーム関係なく、それこそエレファントストーンさんが映像の会社ということは関係なくとも、こう何かしら僕らがこう今日のご縁でサポートできることとかあったらすごく嬉しいなというふうには思っております。特に僕らなんて多分渋谷市に入りたいみたいな人そもそもあんまりいないと思うというか、なんか そういう用のイベントじゃないんですよこれ。そもそもなんかもっとバッキバキの J リーガー目指してますみたいな人たちを集めたキャリアイベントじゃ全くないので、何かしら僕らはこの誇りというテーマで自分がやってきた大学生活の誇りみたいなところがうまくこう人生につながるようなサポートができたらなというところでイベントをさせていただいているので、じゃあすみませんちょっと長くなっちゃったんですけども、以上で今日の、渋谷プライディングトークセッションズ、お開きとさせていただきます。ゲストの3人に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。